中半兵衛を倒し稲葉山城を脱出した明智は、長きにわたって抑えられてきた血と肉への飢えを満たすため、真田幸村が城を守る上田城城下へと入り込んだのであった。賑やかな場所ですね。楽しめればいいのですが。上田城の決戦。ここも美味しい狩り場のようですね。光秀様、追っ手が迫っておりまする。このようなところで足を止めている場合では。逃げてくださいよ。逃げてください。何者だ。顔名乗られ。逃げてくださいよ。本能寺の変を生かした。ケチをついた。ありゃあ、厄介なのは。抜け道を探せ。よーどすだな。なんか脆いですね。やりやがったな。なんの、まだまだ震えよ。燃える血で全力突撃。それが真田隊。光秀様、俺は明智軍ですってば。押せ。お神様です。楽しむために人を殺めるとは、なんと苦なっちゃうんだよ。悲鳴が聞こえます。これぞ天下一の国の力よ。王様です。それがし、枕を並べて口を隠れ。おい、寝る場合じゃねえ。どうぞ逃げとくだったよ。逃げてください。恐れるんじゃねえ。前へ出ろ。逃げてください。よ様です。逃げてください。
れてくださいよ。ごちそうさまです。たまじらきなぎきの歌よ。ごちそうさまです。勝利を信じろ。たまらずや我らが勝つ。逃げてくださいよ。逃げてくださいよ。逃げてくださいよ。主に捧げたこの命を。俺たち、もしかして勝てるかも。準備は良いか。お願いし続け。ごちそうさまです。噂に聞く武田軍とはこの程度ですか。おいおい、通しちゃってどうすんの。皆の者、燃えるのだ。城も焼き尽くすほどに。それじゃ本末転倒だ。頼むぜ、俺に楽させてくれよな。はいよ。何をしている。サスケ、燃えたぎれ。無茶言うなって。旦那にかなうはずないっしょ。死ねえ。逃げてくださいよ。ごちそうさまです。なんという凄まじき覇気、侮れん。武田の力はこれからよ。いくぞ。ごちそうさまです。悪趣味なやつ。ま、仕事柄慣れっこだけどね。死ね。燃えよ我が魂。逃げてくださいよ。ごちそうさまです。死ね。光秀様、俺たちは殺さないで。燃えよ我が槍、我が魂、命の限り震えよ。逃げてくださいよ。ごちそうさまです。もっと付き合ってください。釣れないですよ。みなぎえる。ごちそうさまです。我ら、それでも道はやっ。おやおや、忍びですか。あんたみたいな人間とは関わりたくないんだ。できればさっさと出てってくんない。うるさいな。ちょろちょろとハエのように。汚いね。まるで狂犬だな、あんた。サスケ、俺も出る。ついてこい。こういう汚い仕事は忍びの役目さ。真田の旦那は高見の見物と洒落組だよ。まったく、ユホンなんてよくやったね。魔王の旦那相手にさ。そなたの命運もここまでよ。ああ、いい。くらいな。もっと必死になってください。逃がしきれ。もだえるほどに。玉開きなぎきの歌よ。
忍びが定め。分かっている。だがサスケ、いらっしゃい、いらっしゃい。様です。ごちそうさまです。逃げてくださいよ。ごちそうさまです。逃げてくださいよ、逃げてくださいよ。ごちそうさまです。死ねえ。貴様の思うようにはさせん。絶走、真田幸村剣山。これはこれは武田の若き、元気がいいですね。いつに一等しよう。親子の下元で勝手な真似は許さん。うるさいです。静かにさせてあげましょう。死んでるわ。私にはどうでもいい相手。虎の代わりは興味がないのですよ。おのれ、親方様を侮辱するか。あなた、信玄公に謀反を起こしてみては。実に楽しそうですね。ふざけるな、ゲドメ。この雪村、全力で追いていたす。どんな相手とも違う。痛い痛い、苦しい苦しい。